これここでこうやってぐるぐるにする、こうやって持ってくと、はい、一個いい利点があるんですよ。何？それは、はい。おはようございます。おはようございます。今日はこの残った枯れ草というか、はい、まあ、枯れ草といってもまだ根がしっかりついてる、うん、もう立ってる草なんだけど、うんうん、これを刈ります。そうね、これこっち側は最後にね兄が刈ったところはこう綺麗になってるんですけど、枯れてなかったこっちの部分は確かに雑草が枯れてもなおこう目立っちゃってるね、生えて、うん、だからここを綺麗にしていくと。はいはい。じゃああれだね、前あの柵、ヤギの柵の中を必死に俺ら手で抜いたけど、その時にまとめてこの草刈り機使ってやればよかったね。まあまあ、あのヤギの小屋の中はいろいろごちゃごちゃしてるからさ、うん、まあ確かに確かにね。あそこ実際あそこにパレットみたいなのも落ちとったりしたし、まあまあ手でやった甲斐はあったと。そうね。はい、じゃあまあそうね、なのでこっちの草刈りをしていきますか。はいはい、じゃあお願いします。はい。晴れてはいるんだけど、まだ日が出てないからとんでもなく寒い。確かに。やっぱ月が悪いね。
空直せ。ロゼ君、寒いね。君たちは大丈夫か。あげたご飯を食べててね。もうちょっと出せないから。日も出てきたからまたちょっと放牧させてあげたいけど、草刈り終わるまでちょっと待ってな。そうだろうぜ。ね、ちょっと待ってね。ロゼロゼロゼ。あ、ここに顔出せばちょっと日当たるか、顔に。な、今危ないでな。危ないでね、うん、危ない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 。な、じゃあもうちょっと待っててな。草刈りやっちゃうでな。でもちょっと日が出てくると、うん、あれだね、あったかいっていうか、まあ全然寒いんだけど全然違う。やっぱりお日様の力は偉大なりってよく言うもんね。はい、うん、はい、かなりスッキリしましたね。そうだね。このお隣さんの境界線のところは、うん、冷気でかき集めてくる。うん、回収しましょう。集めてくか。あ、本当にこの境界線の石が出てきたね、うん、冷気より普通に熊の方がやりやすいかな。寒すぎて冷気から冷気が出てんじゃない。あ、なるほどね。いや、どのぐらい7時ぐらいかな。うん、どのぐらいだろう。すごい雑草の量になってきちゃった。やばい。まあいいや、これ一回で全部行こうとするからあれなんで、一回これでちょっと向こうまで書き出してって。これ、ここでこうやってぐるぐるにする、こうやって持っていくと、はい、一個いい利点があるんですよ。何？それは、はい、まあこの最後まで行けばわかります。はい。おお、綺麗に道路になってる。そうそうそう。この量をね、何回も何回も運ぶことなく、一回で。で、おい、危ねえ！でできるわけですよ。なるほど。
2回目もこんなたまると思うね、うん、集めてみるといっぱいになるもんね。よこれだけの量枯れてても根はね、しっかり張り付いてるからね。いやでもどうかな、かなりここのしかもね、ホームで結構や通りをなりましたし、はい、こっち側もこのようにかなり綺麗になりました。はい、なりましたね。まあじゃあいいかな、今回はこれでこんな感じで、はい、まあ無事草も枯れたので、はい、よしとしましょう。そうですね。寒い中お疲れ様でした。お疲れ様でした。